皆さんこんばんは、ワドです。今日はですね、2018年、6月の4日、夜中の21時7分です。よろしくお願いします。今帰宅したところです。かゆい。じゃあ昨日のね、ドレさんの高画質の動画でも見ますか。セッティングしますね。昨日の動画はどこだろうか。これかな。これで見える？どうかな？これで見えるかな？どう？白い部分が映る。ああ、これか。OK。おお、そうそう、いらっしゃい。飛ばそうか、オープニングまで。ドレさんのね、カメラだと画質悪いからね。この辺から。はい、ワダツ。みんな見える？この辺からか。さあ、参ります。レディーゴー。ありがとうございます。アイテムありがとう。人生初の課金を俺にくれるの？ありがとう。嬉しいな。ゆりゆりさんハートありがとう。メアリーラブさん風船ありがとう。いやー、ありがたい。ありがとうね。ありがとう。わあ、すごい。招き猫ありがとう。匿名さん。匿名さん、ありがとうございます。すげえ、招き猫、久々見た。ありがとう。2000円ゲッツ。ありがとうございます。招き猫ありがとう。太っ腹。太っ腹。どうしようか。昨日はちょっと良くなかったな、俺の中では。昨日はすごい良くなかった。俺はいるわ。ていうか4人配信者だよ。カズーンさんもこの人もピンクの人も配信者。いいアイテム揃ってるかどうか分かんないな。ちょっと分かんない。ごめんね、小屋さん。多分ね、投げれたらまだ揃ってなくて、投げられなかったら揃ってると思う。他の人に投げてください。投げてみると分かるよ。多分もうないんじゃないかな。灰皿かたしてくるわ。全員配信者だよ。一つだけ言います。全部腰で指導します。手は当てるためのもの、手は当てるための、当てるためのものと考えて、足も一緒です。全部腰が当たるように出せばしっかり出るじゃないですか。腰がしっかり出れば手は勝手に飛びます。腰で全部使ってください。回す時も全部腰、全部腰、全部全部全部腰です。
腰で指導です。すいません。そうすると楽に行けます。じゃあスピード重視でいきましょう。はい、いろんな角度から、いろんな角度から。上限達してるってありがとうね、猫屋さん。じゃあもういっぱいだわ。やっぱチャンプのシャドウは全然レベルが違うでしょ。見ただけでわかるよね。って思うじゃん。ヒカル君より体重軽いんだよ現時点で。72キロの体だよこれで。えぐいでしょ。ヒカル君より体重軽いの。72キロ。俺より体重軽いの。だからすごいよ。でさらに減量が入るわけでしょ。ヒカル君より体重軽いっつってみんなでびっくりした。いやマジマジで、これが減量前の体だ。腕の太さとかそのもう体脂肪が全然ないの。いやすごい上手だったカズンさん。こんなに気持ちよくミット叩けたの初めてだよ。教えるのめちゃめちゃうまいこの人。今ねプロ格闘家を一人育ててるらしいね。マジマジビビるよね。いやだからね、もうプロとアマチュアのレベルの差みたいなのが分かって面白かったよ。全然歯が立たない。余裕で。さあ行きましょうか。お願いします。ワンツーから行きましょう。はい。オッケー。オッケー。オッケー。ジャブをもう少し一番メインにしてください。右は素晴らしいパンチ力です。腰でしっかり押してます。ジャブで思いっきり伸ばす遠いところで。 OK ナイス。プンッ OK。 プンッ OK。 プンッ OK ナイス。いいですね。僕が軽く出すね。どっちかに対応ステップしてね、モチベーション上がるよね。キングしてください。教えるのうまい。まっすぐにしてすみません。顔をちょっと仲良くください。はい、はい、もっとゆっくり、はい、そうそう、オッケー。そしてどんどん近くに来てください。そう、オッケー。そう、そこからドゥ、ナイス、オッケー、ナイス。膝をやる、膝をやる。常に動く、常に動く、常に動いて、相手に、的を相手を定まらせない。はい、常に動く、こいつ、じゃめんどくせえな、めんどくせえな。はい、はい、はい、オッケーです。右は全く動くことない。左の伸び方が少し少ない。右が短いから、ここら辺伸びてるから、自分の距離が近すぎる。その分遠くで打った方が右絶対行きます。遠くね。ちょっと俺 T シャツのデザインやりながらやるね。腰の出し方最高です。ちょっと時間がない。申し訳ねえ。みんなコメントは読むからね。ジャブワンツーパンパン、これ行きましょう。パン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 、オッケー、ナイス、正解。ジャブもっと戻す。1本目は1つ目。おい、カズンさん、どうも。皆さん、カズンさんです。どうですか。どうも。じゃあ、
ね、耳打ちしてもらったのは、あそこでしょ、奥のカメラで、なんて言ったんだっけ、カズンさん。呼び出されて、あそこで耳打ちしたのは、すごく腰がいいですよって、褒められた。俺も怒られるのかと思ったけど、すっごくいいですよって、腰が入ってますよって。褒めてもらった、そういう人話を。あの子はロッカーに合ってる、ものすごく合ってる、素晴らしいです。距離をちょっと違ってるだけで、距離をちょっと縮めてる、ものすごいですね。ありがとうございます。いいですね。いやだからモチベーションを上げるプロなトレーナーさんだから。ワンツーミドルでいきましょう。どこまで行ったっけ。ちょっとごめんなさい、作業をしながらやりますね。明日データ入稿なんで。もっと得意、お前やっちゃうよって呼び出し。これ面白いね。最高、そういうことです。もうちゃんとしてまた、はい、さあ、そうリーチが長いから全然それでいい。はい、さあ、OK、 さあ、パンパンでいきましょうか。パンパン、パンパン、高画質だと見やすいね。パンパンのパンがもったいないんで、パン半分引いて前にしましょう。パンパン、この速さでね。パン、そういうことです。速さで、もうドレさんが感動してたよ、カズンさん。あの教科書通り、もう本当のボクシング、癖が一切なくて綺麗な正統派ボクシングだ。ヒカル君腕長いね。カプチーノいらっしゃい。そうすると肘が開かないで、まっすぐ行きます。かっこいいでしょ。もう本当教科書通りの、もう本当に綺麗なボクサー、すごかったって言ってたよ、ドルさんが。あれがボクシングだ。パンチがちょっと口に流れやすいので、まっすぐ前に。いや、ドレさんも感動してたよ。ワンツージャブ、はい、一番大事なのはその、ワトさんにとるようなワンツージャブが大事。素人のパンツがカズンさんに当たるわけないじゃん。太平洋王座だよ、二冠だよ。状態が崩れます。それをさらにまっすぐ戻すワンツージャブ。みんなアマチュアが戻って勝てるわけない。崩れ、ラマジュアに戻す感じ。はい、えいえ、そのじゃもっと早く、はい、パンパンパン、OK、 3つ目だけは早く、はい、OK、ナイス、肩で、はい、パンパン、パン、肩近づいて、ジャンプ、パン、ナイス、奥で、はい、はい、そう、はい、はい、OK、はい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 、OK、ナイス、素晴らしい、うめえな、いけ、いけ、ヒカル君天性だよ、飲み込みが超早い。だ成長スピードがすごいんだ。ドレさんはさっきの最初からワンツージャブでいきます。ワンツージャブ、これ面白いよ。ワンツージャブって言ってんのに、いきますか、いくよ。フックがいいっていうの、最初からフックで、ワンツーフックだよっていう意味なのに、もう全然アスペみたい、アスペの会話みたいになるの。いや、もうブルさんは圧倒的な圧力で抑え込まれた。ブルーでございます。さあ、お願いします。あ、フックじゃなくてジャブかな。ジャブかな。ワンツーフック。人の話聞かないおじさん。ジャブ早えな。俺真っ黒、赤、頭の髪が赤色。俺はドレさんのジャブ早いよな。54歳だぜ。左の3連打とか超難しい感じ。
鋭角じゃなくて鈍角に前に傾く。はい。だからこれすごいよね。要はロングフックなんだけど、ロングフックをその最短距離で走る、要はリーチ生かす技なんだけど、すごかったこれ。プロの技。これこれすごいよな。ラブだけで3連打難しいの。ヤスくんさんいらっしゃい。楽しんでってください。終わったら、宇宙終わったら左フック打っちゃったら、俺はこうするんで、ダッキングしてる。真っ最にダッキングしてください。ドレさん、膝が弱いからダッキングできないんだよね。そう、苦手なんだよ、実は。膝壊してるの。かがめない。かがんでる映像って珍しいよ。これ。ほら、膝弱いでしょ。かがめない。すごいすごい。皆さんムキムキだよね。54歳の体じゃないよね、うん、すごいね。キララさん、どうもいらっしゃい。やっぱ同業の人はすぐ分かるんだね。あ、この人すごいって検索しようとしてた。アッカさんがこの人誰みたいな。レベルが一人違う人がいるんだけど。マイクはパソコンの方についてる。カメラに向かって話す。カメラか。ドレさん、工場必要だね。いや、カズーンさんの教え方とかじゃなくて、もうレベルがすごかった。もう教え方うまい、もう強い、うん、すごかったよ。みんなで感動してたもん。やっぱ本物に教わるとこんなレベル違うんだねとか。要はね、世界級で活躍してる人はこういうレベルなんだねとか、もう超勉強になった。っていうか今首痛いし。すごかったよ、超感動した。もうなんつうんだろう、感動しかないね。感動。39です。赤さんおいくつですか？こんなね、貴重な経験させていただけるなんて感動だよね。原田さんもやっぱプロだよ。原田さんも全然勉強になったよ。だからほら、俺の場合ボクシングだから、ボクシングパンチに特化してるってやっぱ違うの。全然原田さんはほら総合もできるしキックじゃん。だからね、ちょっと違うんだよ。あのキックボクサーのパンチと総合格闘家のパンチとボクシングのパンチは全然違うよ。いや、鳥肌立ちますよね。あ、生で見たんですね。すごいっすよね。レベルが全然違うから。すごいいい経験だよ、本当に。一生の思い出になるよね。いや、だから祖祖とかも羨ましいって言ってたもんね。お前祖祖格闘技好きだから、お前チャンピオンね、ワード羨ましいな、チャンピオンといい経験だな、羨ましいなって言ってて。祖祖はね、格闘技好きなの。本当だよねって話したもん。めちゃめちゃありがたいよねっつって。右と左結構コンビになります。そう、
もうこれ休憩の1分なんですかね。もう立ってここからです。さあお願いします。お願いします。じゃあいやー、教え方めちゃめちゃうまいよ。ひかるくんちょっと体調悪そうだったね。この日ね、本調子じゃなかったね、ひかるくんが。ちょっとだけ体調悪そうだった。じゃあ、投げとかないと顔もらうよ。そうだよね、39歳だもんね。確かに。ごめんね、作業しながらで、ながらで。もう明日 T シャツの入稿だからさ、コメントは拾うからね。自分から下がんない、下がらない。39歳だよ。脅威だよ、脅威。ねえ、どれさんもね、おっさんとは思えないよね。54で未だにプロ目指してるっていうのがすごいよな。夢を追っかけてる人はかっこいいよね。あ、ありがとうございます、増島さん。すいません、昨日ちょっと体力切れちゃって、みっともないところ見せちゃって、ありがとうございます。風船いただきます。上から下、下から上、はい、さあ面白いですよ。上と下の違いの差、 OK、 ナイス。一枚のジャンちゃんと見とるよかったよ、はい、すべて入ってます。
ドレさんの面白いところ、はい、こんばんは、ヒゲじいいらっしゃい、お疲れ様で、おー、ヨシキさん、ウイスウイス、原さんお疲れっす。原さん会場で会えますもんね、あの捨て頃の。またよろしくお願いします。やってますよ。するんでしょ。お前らやってみろよ、そりゃハーハーするに決まってんだろ。何にもおかしくねえだろ、ハーハーするんだよみんな。するの、みんな。
もう手数出しましょう、手数出しましょう。相手と一緒に相手の引きましょう。相手の引きは呼吸しっかり、吐くのを意識して呼吸を深く、ラスト30秒、うん、OK、いいですね。体を常に揺らして、大丈夫ですか？あ、大丈夫です、やってみます、やってみます。あ、すいません、あ、いいです。はい、残り10秒、ラスト10秒、戻らなくて、この辺から失礼、はい、ゆっくり、ここは俺はボクシングルールなんですよ。ルールが違うんで、それぞれによって。ヒカルくんはキックボクシングルールで、僕はボクシングルールです。だから僕はあのレガースつけてないですね。全部その力なくなっちゃう。ありがとうございます、頑張ります。そうですね、シャドウで教わったのが力を抜いて手数を出す、でインパクトで打つっていうのをこの後教わりました。手数を出してその大振りをなくす、でそのインパクトを強く、もう教わりました。前に手を後ろ、そう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 、ちょっと上がってるんで落ちるようなイメージ、オッケー、踏み込んで、その手の異常ですからね、これ使いましょう、はい、そう、あ、ラストよりも引くのも早く、もっと踏み込んでから、ガンッと、そう、はい、ラストよりも引くのも早く、ずっと早く見えます、ナイス、オッケー、パッ、オッケー、パッ、そう、パッ、オッケー、フック行きましょう、左フック、そう、左でしょ、そう、ここは左フックを、あとでそっち側でアドバイスします、はい、簡単にいきます、腰を、この腰骨を俺に当てるとしたらどうします？こうしたら当たりますよね、はい、こうしたら当たる、ここを振ると肩が平行に回ります、はい、その瞬間に肘を上げるんです、はい、ちょっとこれ出して、はい、グヤー言いますよ、はい、配信者なんで、たったこれだけで人は倒せます、はい、それ言いますよ、腰を当てる、俺に当てるイメージ、言いますとも、肘をしっかり上げる、こういう場所を持っていく、もっと早く、バーン、もっと早く、ありがとうございます、花火ありがとうございます、うん、頑張ります、うん、ありがとうございます、うん、腰を回してない、腰が回ってない、はい、力抜いて、力抜いて、全部全部大丈夫、肘を上げる、肘を上げる、まだ手が先に来てます、腰を回すともに肘を上げる、肘を上げる、はい、うん、肘打ちみたいな感じ、肘打ちみたいな、もっと上げる、そう、もう肘打ち、相手が向けるように、そう、力抜いて、力抜いて、相当いい感じ、相当いい感じ、上から下に形を取ったんです、はい、そう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 、はい、腰、腰、ふん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 、あそこが1、2、3、4、5、OK、そのまま来てください、そのまま構えて、はい、相手が構えてきました、ここに打ってください、はい、ね、そういうことないです、OK です、ここ出してください、OK、素晴らしい、肘がもっと上がって、はい、上からこう、ちょっと落とすか、上から落とすぐらいのイメージ、みんなこれを完璧にやってない人はここら辺で、ここら辺で当てるんですよ、腰は回ってます、でもこれで止まってます、はい、しっかり上に、むしろ平行にちょっと上に上げて、ドラさんみたいにちょっと落とす感じでやるといい顔になります、ありがとうございます、
ナイスナイス。教え方うまいよね。モチベーション絶対下げないもんね。トレーニング打ち込めるように。あとスタミナだと思って頑張れ、はい、力抜いて。トモさんは次のラウンドめっちゃ力抜きましょう、はい、僕はこの腰をここに当てるのでどうすればいいですか。ダメだよって言わないもんね。こうすると良くなりますよって改善案しか言わないでしょ。そうですね、当たってますね。こっちから当たってますね。そしたら肩が平行に流れます。その瞬間に肘を上げるだけ。フックなら力入れすぎ、その状態から上げるだけ、上げるだけ。これが難しいんだよな。インパクト、そう、うん、力抜いて、力入りすぎてる、うん、そう、くるぶしを俺に見せる感じ、こっちのくるぶしを俺に見せる感じ、うん、そう、力抜いて、力抜いて、ちょっと前に行きすぎです。むしろ後ろに行くのに。そうそう、コーチングとティーチング、やっぱ世界レベルで活躍してる人はやっぱ入ってるのよ、概念が。そう、叩くんじゃなくて教えるんじゃなくて、いいところを褒めて伸ばす、引き出すっていう、うん、そう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 、コークさん、そう、カズンさん今コメントを打ってるよ、見てるよ、カズンさん。だ、人の悪口とか言わない。もう強くなることっていう、同じゴールを見てるから、そのなんつうの、人を叩かない。それだけいきましょう。力抜いて、すごいよ。フランディ、フランディ。俺が言ったの、ここのタイミングや、そのまま、そのまま持ってしまってください。うん、コンパクトだよね。大丈夫、そう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 、ナイス、オッケー。すごいよね、教え方うますぎるよね。打ったら、僕がしま、フックします、真下に。これはいいな、真下に。行ってました。そう、真下に降りるだけ。上に、すごいよね。はい。いや、勉強になるよね。はい、はい、はい、こっちも真下に、真下に、一切動く必要ない、真下に、真下に、オッケー、じゃあフックを入れてダッキング、うん、うん、オッケー、うん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 、腰で、うん、うん、バン、うん、プー、一応ね、プー、プー、そう、今の良かった、プー、オッケー、今のいい、うん、プー、そう、変わるよね、フックのスピードが全然違う。うん、最高ですよ。はい、あと5回、はい、1、2、はい、マスター、シン、マスター、はい、オッケー。少し休んでください。こうね、これちょっと解説入るんだけど、これすごくて、これ奥義なんだよ。基本が奥義で、こう言ってこう打つっていう、俺モーションだったのね。避けて振りかぶるって、避ける反動で打つっていう。だけどカズーンさんのってこっからだよ。この幅なの。これだけなの。これでその腰の回転とこの幅さえあればいいって。初めの一歩に出てくるでしょ。密着した状態でこのワンインチパンチって、この空間でズドコンって入れるパンチっていうのが出てくるんだけど。それがすごいのよ。カズンさんってこっからもう腰の回転でもう この動き、もうさっていう動きだけでこのインパクトで打つのよ。これが世界レベルっていう。これね、体感したらすごいっていうのが分かるんだよね。だから追いつかないの、普通の人のパンチが。だからボクサーの速さっていうのは短い瞬間のインパクトと腰の回転で打ってるっていう。いやいや、ヨシキさんプロじゃん。逆に右だと、やばいと思って、あ、原田さんからも教えてもらってますから。早すぎるとかじゃない。まあ、簡単に言うとなんだけど、俺の体感だと覚えてないの、ほとんど。だけど、一発目のもらったのは覚えてんだけど、ワン、ツー、ちょっと解説いい？戻るよ。自分のやつ見てもらうと分かるんだけど、俺がワンツーフックでまず展開するので、ワンツーフックの後にワンに合わせてワンが飛んできてんだけど、ショートアッパーが入んの。ショートアッパー見てて、俺が攻撃のワンツースリーやった後に、俺がワンツースリーもう一回やろうとするところのワンのタイミングでもうショートアッパーが来るから、よく見てて。お願いします。いくよ、見ててよ。ワンツースリーから入るから、俺が要は基本から入るの。あ、その後の2回目のワンツースリー、ワンツーからいきましょう。あ、違う、これミッドだわ。ごめん、これミッドだな。
どれだ、これか、これ光くんの後に、この後かな、これミッド、ミッドじゃないか、いくよ、見ててよ、いくよ、いや、もう基本のパンチの打ち方だね。いくよ、ワン、ツー、スリー、いく、ワン、ツー、スリーでしょ、この後、この後じゃない、これ、この後ね、ワン、ツー、スリー、もう一回、ほら、ほら、すごくない、ワン、ツー、ワン、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーの後、このスピード、もう無理なのよ。あ、わかんない。ウファーマルさん、カズンさんいるから、聞いてごらん。いや、笑えないよ、ほんと。ワン、ワン、ツー、スリー。いくよ。ワン、ツー、スリー。で、この後、ワン、ほら、ほら。だから、俺からすると、俺の体感だと、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーの、ワン、みたいな。わかる？ワン、ツー、ぬん、みたいな。何撃たれた？みたいな。気づいたら倒れてるみたいな。で、こっから記憶ないの。すごいでしょ？ちょっとこれ、2分間見てみようか。いや、すごい。しかも、合わせただけよ。振り抜いてないのよ。ポンって撃つだけで。ほら。から、だからタイミングが合うとカウンターってこれが怖いのよ。風船ありがとう。そう。要は自分の力も全部攻撃力に変えるから、とんでもない衝撃なの。だから首痛いの、今。だから首跳ね上がってるでしょ。だからこれ振り抜かれてたら、要はもう、あれだよ。失神だよ。これ原田さんにもやられたよ。そう。だからワンのスピードが違いすぎるの。もう基礎のジャブからレベルが違う。いや、怖いよ。ヒカル君も俺も怖いっていうのはあるよ。いやいや、バケモン。カウンターは怖いよ。もらうとわかる。だから何されたんだっていう感じだった。動画見てわかったんだけど。だからドレさんもジャブだって言ってたの。ほら、今もジャブでカウンターでしょ。だからもう反射が、反射でこうなっちゃうの。世界レベルだから。要は勝手に出ちゃうの。だから、なんつうんだろう。俺のワン、ツー、スリーのスピードよりもはるかにジャブのスピードが速いから、なんて言えばいいんだろうな、難しいんだよな。今もわかるでしょ、でも見てても。だから撃って攻撃してる最中に何かが割り込んでくるから意味がわかんないの、こっちからすると。意味がわからないっていう。しかも超手加減してるわけよ。超手加減してても効いちゃうの、素人の俺。だからパワーじゃないの、スピードとタイミングなの。だから力じゃないっていうのをずっと教わってるの。もっと力抜かないとスタミナ切れるよっていう。前段フルスイングしすぎなんだよ俺は。はい、ビップさんこんばんは。だ、大振りすぎるんだよね。もっと力抜いた方がいいですよって教わってる。もう今もカウンターでショートアッパー。だから一発目もドレさんも見抜けなかったの。一発目ドレさんも多分左ストレートがジャブだったよなって言ってたんだけど、よく見たらショートアッパーなの。すごいでしょ。これが世界だよ。ショートアッパーだから見てて。この後、この後ね、この攻撃の後、この後いくよ。こうショートアッパーでしょ。わかる。これが俺らは見えなかったの。本番はジャブなのかストレートなのかショートアッパーなのかも何も分かんなかったの。そう。だからすっごい体験だったよ。でその後ドレさんとやるのかな。まあいいや、さっきのに戻ろうか。ヒカル君とこの後こうか、この辺か。そう。いや、だからフルパワーで戦ったらダメってずっと言われた。バガありがとう、アイテムありがとうね。そう、ふわまるさんありがとう。
しかもこれね、これ体重さ、身長どれさんと同じぐらいなのに体重72キロなんだよ。ヒカルくんの方が重たいのよ、体重で言ったら。それがすごいってなったもん。骨格が違うの、背筋、腕の太さがこんなに太いのに体重は72キロの。でこっから減量するんだよ、すごいよ。東洋太平洋2冠、世界ランカー7位でしたっけ。キックありだったかな、どうだったっけな。まあ俺が指導みたいな、ジャンプをもうすぐ踏み込んで飛ぶから、ちょっと覚えてないですね、キックありだったかどうか。まあ一応今回パンチメインでっていうことで教わってたんですけど、めちゃくちゃいいじゃん、それ十分。いや面白いですけど、ここは、まあ、難しいですよ、ここは飛ばします。でも肩からこっちは少し引いてるイメージ。蹴りやってたっけ、満喫を。キックありだったっけ。ありがとう、まもつさん。ちょっとね、俺も打たれすぎててあんまり記憶がないんだよ。いい経験だよね。フック遅かった。これ見たか。これ見たね。これ見たね。で、これの後に俺が教わったところで戻ったのか。要はね、コンパクトにパンチを打つっていうのを教えてもらってんの。ずっと、もうずっとこれ。要は反射できないパンチ、必殺技でもあり基本でもあるんだけど、要はもう何もさせないパンチよ。この辺から行こうか。そう、真下に。いやもう頭痛が半端じゃない。どうなんだろう、今カズンさんも見てないのかな。あ、カズンさんいる。カズンさんキックやりましたっけ。パンチメインですよね。腰でバン、ふん、一応ね、ちょっと待って、何なのこの枠。プロ格闘家が2人いるんだけど何なの。原田さんもいるし、原田さんもいるし、ちょっと待って、 K-1 ファイターとボクサーのチャンプがいるんだけど、この枠おかしくね。ここ皆さん言っとくんですけど、ニートの社会的なクズが集まる枠なんで、ゴミクズの会なんだけどな。なんでプロ格闘家が2人もいるんだっていう。おかしいでしょ。乗って直ってきた顔はこっち、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 コメント売ってるぜが豪華すぎるわ。シン、マッサー、はい、オッケー、少し休んでください。いや、これが配信の面白いところよ。いろんなジャンルの人たちが集まってくる。いや、もうどっちでも。はい、お願いします。いや、面白いです、面白いです。逆に、無理だと、やばいと思って、あーって止められない。なんかピルクル飲む？飲む？あー、じゃあ、ほぼほぼします。お願いします。さあ。ヒカルくんは天性だね。いやこれもこれですごいんだよね。54歳のジャブのスピードじゃねえだろこれ、54だぜこのおっさん。いやドルさんもね、いや54のジャブじゃねえだろこれ。ねドルさんの動きも後で解説するけど、早いんだよジャブが。カズンさんかっこいいよね。もうやっぱね、取られまくったってドレさんも分かってた。要は10発もらうのに2発しか入らない割合だったって言ってた。すごい興奮して子供みたいに喋ってたよ。いやープロ世界はすごいっつって、もう10発以上、もう要はこれマスだから、その本気で振り抜かれてないけれども、要は振り抜かれてたらやられてたっていうのが10発あった、10発以上あったって。で日本軍、要はあるのよ、その経験者の中でこれかそのどれくらい入ってるなとかが。あ、もう感動してたよ。いやドレさんがもうニコニコ話したら子供みたいに。ただまあドレさんもね、54でこの動きだもんね。39と54の動きじゃないよね。いや分かってますよコナンさん、どんだけレベル落としてもらってるかが分かるもん。要は子供と遊んでる感覚よ。
で、これもね、これね、ちょっとフォローじゃないけど、これね、カズーンさんがいかにすごいのかなの。これ、ここ注目なんだけど、ドレさんもね、やってるよ、格闘技。だけど、54歳っていうこともあって、ね、ボディを狙うって言ってるけど、要は、その、なんつうんだろう、顔を、俺らど素人、ヒカルくんと俺がやっちゃうとバチバチ当てちゃうわけじゃん。つい熱くなっていって。でも、この中でも冷静で、その、顔面狙わないで、ボディなんだよ。だから、よく見てみて。カズーンさんが、ボディ主体で狙っていくから。パンチ入ると危ないが、これがだから本当の練習の綺麗な仕方なのよ。怪我しなくて強くなる。ああ、じゃあ、ほぼほぼします。お願いします。で、ドレさんもさ、やっぱ勉強したいんだろうね。サウスポー、本ちゃんの方でやってくださいって言ってんのよ。面白いんだよ。だからこの駆け引きって会話で。持たないよ、1ラウンドなんか。だからサウスでお願いしますって言ってるでしょ。でも、オーソでやってもらってるけどね。要は、本ちゃんの強い方を見てみたいっていうね。だボディ主体なんだよね、ほら。だらこういうので、その、なんつうの、心遣いっていうのがわかるのよ。その、体が強いだけじゃなくて、精神面も強いんだなっていうのがわかるの。なんかこういうのが好きなんだよ、俺は。うん。そう。こういう、その、やって、それドレさんから教わったの。あの人すごい人だねって、俺の顔潰さないように。だからドレさんもすごいんだよ、それに気づけるんだから。ワド分かってたって。カズンさんは俺の顔潰さないようにボディしか狙わなかったのは、あれが接待なんだよって。高度な精神レベルがわかるでしょ、武道やってる人の。いや、ワンツーのスピードが違うよね、やっぱ。こういう世界を見ると、ありがとう！パフェ3つありがとう！そう。ねえ、かっこいいよね。その、相手のメンツを潰すとか、喧嘩じゃないの。格闘技を楽しもうよっていう。気持ちよくみんなで強くなっていこうっていう、そのカズンさんの姿勢とか、ドレさんのこの姿勢がかっこいいなって思った。うん。みんなそれぞれ最初は下手なんだよって。でも結構本気で打ち込んでんだよ、ボディは。この人ボディ強いって分かって、ほら、打ってるでしょ。でもドレさん倒れない。俺も鍛えてるぞっていう、ほら、結構入れてるんだよ。そう。これがかっこいいんだよ。ね。そう。行っちゃうの？うん。ドレさんタイミングが分からん。いや、ほんと。すごい。難しい。男だよね。だからこういう風に世界取る、世界で活躍する人っていうのはさ、メンツを潰すとかやらないよ。うん、あ、4割程度ならしいです。フォローした意味がないじゃん、カズーンさん。今カズーンさんとドレさんのメンツ潰さないように俺結構言葉選んだつもりなんだけど、4割っすよっつって全部台無し、うん、倒せますよっつっていいね、うん、あれで4割なんだね。もうダメだわ。素人が関わってはいけない世界だよ。4割っすよっつって。でもね、原田さんとやってもそれを感じるの。やっぱりその俺とやるときに手を抜いてくれて、カウンターでちょんちょんって触って、空いてるよって和道くん。そういうね、強い人はね、心が強いんだよ。そう、走り込みっすね。この後走りに行くよ、うん、今日もまた走らないと。後で走るわけやるか。10割で貫通ってお前ドラゴンボール飲みすぎだわ。ピッコロさんかよ。貫通しねえわ。列海王じゃねえんだから。貫通ってどういうことだ。あとは、そこから、歯を捨てます。ほんと待ってください。
笛とかいろんな頭を使って好きなだけ、でも力いっぱいやったら終わりです。腰で全部まず落ちてください。そうですね、来週ちょっと僕らもなんかあれなんで、配信者ってなんか適当なんで、なんかそこら辺は適当でなんかあの約束とか基本守れない人たちなんで僕らなんかいつも気分でやってます。基本的にただのニートなんでごめんなさい、あの約束するとご迷惑かかるんでみんなね、前の日とかにね、明日空いてるとかそんなノリなんですよ。ゴミくずなんで。すいません。まだ今日お酒飲むんですか。僕はお酒普段飲まないです。はい、いつも空いてるわけじゃないよ。やめて、はい残念ね。いつも忙しいから。あ本当に、はい、待って待って。はいどうぞ。ニートなのは間違いない。さあ行きましょう。暑くなんじゃなくて自分の時計のコンビネーションを試してみるね。トドさん、遠くからジャブで体を振って、そう、ナイス。ジャブを突き続けて、これもジャブいいよ、これもジャブいいよ、ジャブの感が足りない。ちょっとあと強い、少し強い、踏み込みの練習。やっぱど素人同士だとこうなっちゃう。いろんな角度で踏み込みの練習。はい、腰を回して肘を上げるだけ。そんな前にくどいフックはいりません。ナイスジャブ、ナイスジャン。そう、角度を変えてナイスジャン。オッケー。ちょっと顎を上げすぎ、もうちょい入って、はい、グローブ上げて、もうちょい、そうもらっちゃってるから。まあ去年の捨てこれるレベル上がったよね。あとはいいプレッシャーだ。格闘技のレベルは上がったよね。ナイス、体振る成功。その分ジャブがないと寂しい。ジャブがないとあっちが手を出してくる。いいよ、あとでいいよ、あとでいいよ。打ってないホームガード、ガードほっぺないくっつけとく。ダメだ、足に来てるな。そこで振って相手を見る。いやもうスタミナ切れてんだよ。要はね、足腰で打ててないし、もうダメなんだよね。要はもうへばっちゃってんの。走り込みだよ、走り込み。あとはもう自分で分かった。だからね、体幹がブレすぎてんの。ファンの上に準備を。相手から目をそらしたらダメだ。あ、まだ下狙って、下狙ってと思ったら、ボディ下と打ち分けね。では来週までにもうちょい上げていかないとね。もう一ラウンドあるから、ね、本当はこれインターの30だから。ねえ、レベルは少し上がったよね。面白いよね、みんな努力して。リスナーさんと一緒に強くなっていく感じするよね。いや、タイ人はすごいよ。サーディーカップつって。立って。はい。行くよ。もうこっから舐め、俺。はい。見れたもんじゃなかったね。自分から行かないと見てても何も起こんないよ。足がだから、ベタベタになってるから。お父さん、そこのガードの位置から変わんない。どこに行ってもそのガードの位置。頭も触れてないでしょ。足に来ちゃってる。スタミナ不足だよ、これ。ほら、前に体幹流れちゃってるから、バランス崩れてるからこうなの。効いてなくても倒れちゃう。ちょんと疲れただけで。ナイスジャン、ナイスジャン。まだ苦しかったですよ。じゃあ、このまま。同好会っすね、ヨシキさん。苦しくなって、スタート。そこでも体を振る、そこでも体を振る。安
休んでる時にも体振る。黙っちゃいるよ。もう聞いちゃってるから。はいじゃん。だから胸のとこ狙ってやってる。ヘンズの和道。ストレートだと思って胸のとこ。もう一回ストレート。もう一回。振らない振らない。和道それやると自分が疲れちゃうんだよ。マウスピース飛んだってんの。乳酸もう体ガッチャガチャだよ今日、うん、師匠だからね俺のね格闘技のドレさんは。足が追いついてないから回転できない、ピポットができてない。あもう頭では戦おうとしてんだけどもう呼吸するのに必死で動けない。聞いてるとかじゃないんだ、もう こうなったら戦えないから走り込まないといけない。その視点から、ずれたところから、じゃあどうやって体幹崩さずに、この上体からパンチを出るか。しかも、一応たとえ体幹が結構ぶれすぎてるんで、こうなっちゃったりするんですよ。そうそう、タバコ吸いやめらんないんだよ。止める。それが配信者だろ。今からたまにいます。はい、ここでタバコプカプカ吸いながら、偉そうに語るのが配信者だから。打ち切るっていうのを練習してください。はい、近づく、打ち切る。下がる、打ち切る、これを何回も練習してください。それでしか勝ち目はありません。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ひとりさんは、はい、結構器用ですね。マジか。素晴らしい。で、体力、バランスが崩れてもそこからパンチも出せるし、ただ上体が浮いてしまって、配信者はクズだから、ゴミ野郎だから日本を代表するゴミクズたちだから。腰だけで、下半身だけでいろんな動きをすれば、はい、もっとリズミカルにいろんなプレーができると思います。はい、素晴らしいです。あとカウンターパンチャーでもあるんで、はい、覚えればちょっと強くなります。マジで素晴らしいです。ありがとうございます。で、ジャブの数が素晴らしい。もっと増えればさらに、はい、相手は多分バンが来ると思うんで、はい、どんどん話です。前に行くときもジャブ、下がるときもジャブ、前に行きすぎたらカカーンと結構引っ掛けるみたいな、はい、そこだけ練習すれば面白い試合になります。はい、ありがとうございます。いや、僕だったら何でも言うようだよ、はい、でも、フックもありますからね。素晴らしいです。まあ、体格的に今日は、いやー、よく頑張りましたよ。大変、もうね、全然練習してない前に。いや、タバコやめないっす。タバコやめないっす。アドバイスありがとうございます。タバコやめないっす。ありがとうございます。タバコ代ありがとうございます。招き猫、イヤホイ。ありがとう。あざまーす。長州力は強いじゃん。俺らの問題弱いから。俺ら弱いから。問題そこだよ。今日注意してもらったことを
お二人ともジャンプは絶対です。はい、この次の1ラウンドにアホみたいに200発以上出します。200発以上です何回も出してもらえたんですよ。手を出すので肩を出すイメージ、これまず印象において頭を振って、これだけでまずいです。手は握んなくていいからね、握んなくていいから、もう取れちゃって出す出す出す、これで終わりだから今日は。い、はい、そうそうそう、で、それぐらい、まだもそれぐらい、そんぐらい脱力して、新しい瞬間でカチンって決まるんだから、はい。そうっすね、あの言葉じゃなくてやっぱり体で分かるっていうことは貴重っすね。そうそう、あとそれぐらいでいいんだよ、それぐらいでいいんだよ。ナイスワールドさん、ジャンプいいんだよ、それでいいんだよ、ジャンプいいんだよ。そう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 、手の先の重りがついてると思って、それに引っ張られてる、そうそうそう、回りながらジャンプ、その時に引き出して蹴る。いやいや、そんなそんなことないっす。何発したの？何発？今10発ぐらいでしょ？だから頭の位置をいつも変えて、頭の位置をいつも変える。はい。相手が狙いづらいのに、そう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 。はい、じっとしてるからもらうんだって、動いてれば。回るのをポットつって軸足だけでこっち側に回るのもそれで変わってるから、はい、そう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 、ワンツージャブ結構ポイントになりますからね、面白いですよ。ワンツージャブ、最後のジャブで踏み込む、ワンツージャブ、ワンツージャブで最後ジャブで再生立て直す、ワンツーラズジャブで、ナイス、そうそうそう、それでいい、それでいい、ありがたいね。そんぐらいでいいの、シャドウの時もうきついよ、きついからスピードもうちょい上げて、そう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 、ワドも足しちゃって、はい、動いて動いて動いて、たまに審判に帰る。ありがとうございます。これから伸びるのは僕は楽しいんですね。もったいない、すげえ物持ってるんで、もうやんないっすか。配信者のこいつさ、プロ格闘家じゃなくて試合終わったらもう二度とやるんですか。いや、みんなバテバテになるだろう。多分もう一生やんないっす。練習来るか、死ねるぞ、死ねるぞ、おい。いや、でも一年とかね、じっくりやればそこそこは相当いいと思いますね。はい、これ2回目ですよ。素晴らしい、素晴らしい、下げてるそれで試合やるとか言って呼吸こういう時は深く吐くの意識、吐くの意識、生きてる限り人は吸いますからね、吐くの意識。30秒しかないから光逆なんだ、胸郭開いて、はい、空気いっぱい鼻から吸って口から吐く、でその心臓の鼓動をいかに元に戻すかの30秒の間に、もう興奮と一覧のように上がっちゃってるから、それを胸郭開いて鼻から吸って口から吐いて、でまたゼロからすぐ一覧のように吸って、最初の一発で決まるから、はい、どっちが先に上げたかで、はい、ワンバーもらってて大丈夫、カウンターだから大丈夫、頭痛いとかないだろ、大丈夫、大丈夫、顎でね、最初のかな、最初のちょっとカウンターないとかね、あ、すごい、そうです、あの全部こう、ちょっとあれスキルでポンと違うのよ、お前がガッていくから、ね、自動的に出ちゃうなって何万回も練習してるから、本当に賑やかな、サースだったらマジで止まれるんですよ。もうちょっと、あーってなっちゃうんですよ。もう本当に止まれるんですよ。どうぞやってください。
コメント欄で赤3かすごいわ。タイちゃんのマークパンサーだね。後輩次だけ単調を言うて、ちょっと今日のあれですよ、なんか基礎のとこないでしょ。じゃあ日高さんが教えるのはすごくうまくまだね。いやすごいかっこいいジムで、みんな鏡もいいし、すごいかっこいい、カラフルでめちゃめちゃいいジムっすよ。あ、了解です。吐く、吐くっすね。了解っす。腰を入れるつ、あ、俺前からあのいろんな思考作業してる。タバコを踏み消してください。すごい。いろいろいいんだけど、やっぱみんなこれできないんで、あの手が隠れるし見せるっていう、まあいろんな表現。隠れるし見せるっていいですよ。まあいろんな表現あるんで。いろんな表現ありますよね。すごいね。まあ、いやどうですか。今度はなんだね。僕は打ち方が。いやだからもう僕もやっぱ僕のボクシングの先生にすごい堀の先生に披露したみたいな。でもまあ教え方っていろいろ。まあ来週もしかしたらもう一回試合前です。ぜひぜひ。その後もまた。はい、あと絶対酒飲まないでください。はい。みんなで。今日飲み会。ジュースの音です。ジュース。これジュース。最後に。え、キル俺やるよ。じゃあみんなで。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやすげえな、勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です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 。いや、すごい教え方。ありがとうございました。あ、本当ですか。あ、嬉しい嬉しい。ずっとそればっか感じてた、俺。まあ、パーソナルのチームが始められて。なるほど。お初めチームです。いやー、成功しますよ。いや、恐れ入ります。西早稲田の方で。あ、なるほど。そうそう。素晴らしい。また遊びに来させてください。いや、ちょっとぜひここでも教えてください。あ、もう喜んで喜んで。あの、いい形のあれでやりますんで。ねえ、試合はね、20日じゃない、23だからもう19日後には試合だね。もう試合近いよ。赤さんも腕振ってな。いや頑張ります。はい、後で走る配信ですね、この後。とんでもないです。ラブさんありがとうございます。ラブさんありがたく頂戴します。ね、カズンさんのパートナーのラブさんです。あ、合ってるかな。ラブさん合ってますよね。パートナーさんですよね。もしよかったらね、今コメント打っているカズンさんとラブさんがパーソナルトレーニングのふわっちの配信をやってますので、皆さんカズさんにパチパチお願いします。カズンさんとラブさんにパチパチお願いします。もしよかったらね、カズンさんのフォローして、あのカズンさんの配信もぜひ、もしよかったら自己紹介コメントで、あのどういう配信やってますって、あの100人の方にちょっと宣伝していただけると嬉しいですね。あれですよね、体作りの教室ですよね。体を作るっていう。対戦相手はね、わかんないです。誰なんだろう俺。パチパチありがとうございます。カズンさんにぜひパチパチお願いします。素晴らしいコーチで。相当いいセンス持ってます、マジで。あ、やります。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さんそれぞれ、はい、着替えの方。ここってシャワーとかってどうですか。す大丈夫でしょうか。ババババもうすぐバーッと。8分あるんで。という、動画でした。皆さんありがとうございます。よいしょ。音楽切り替えますね。
もしよかったらね、この動画、僕の YouTube のチャンネルに、もしくは Twitter 見ていただくと、この動画自体はもうアップロードしてるので、また、見てみたいなと思う人は、僕のチャンネルを見てください。僕の YouTube のチャンネルで、検索をかけると出てきます。Twitter からの方が見やすいかな。Twitter 見てください、僕の。今のはもう、ここですね。僕のチャンネル、ここなんですけど。和道チャンネルがこれです。これが僕の、YouTube のチャンネルになります。で、ここからですね、下の方を見に行ってもらうと、ここに今上がってますね。OP、これ、この動画。ここに、YouTube に載ってますんで、Netflix? 広告か。あ、コメント来てますね。前科門の和道はセンスとか詐欺よりも基礎体力なさすぎ。毎日生活保護で食っちゃう。うるさいもん、こいつ。バットボタン押します。こいつバットボタン押してみんな。こいつもうどうでもいいわ。こいつムカつくんで、このコメントにバットボタン押してください、この動画。はい、うるさい、こいつ。前科門がどうとか。YouTube ぜひぜひチャンネル登録お願いします。いるんだよ、必ず。動画の内容見ないでバットボタン押したりとか、もう動画の内容全く見ないで、もう殺意わけよね、本当に。関係ないでしょ。格闘技と何の関係があんねん、今のコメント。腹立つわ。直樹兄さんだっけ？うん。おい、エルビン、こんばんは。せめて見てから動画の内容でさ、なんか言うならわかるけどさ、全く見てないかんね。腹立つよね、ああいうの。前科3班です僕はい、よいしょ。 T シャツのデザインが明日に間に合うかな。あね、ダンカン塾の、公開はもうすぐだからね、ダンカン塾楽しみにしている人、もうちょい待ってて、ダンカン塾もう少しです。もうちょい待っててね。おい、ねえ、約束は俺の中でもう果たしてると思うよ、辰彦は。あとは俺が約束守るかどうかでしょ。辰彦は出るって決めて出たんだから、あとは俺が約束返す番だよ、うん、そう。うん、今川焼き美味しそうだった、うん、チームドレっていうのはドレさんの企画の名前で、簡単に言うとドレさんの格闘技練習会のことをチームドレっていう、ドレさんの企画の名前ですね、チームドレは。誰も呼んでないけどね、一人で、ドレさん一人でチームドレ、チームドレって言ってるだけなんだけど、まあなんかそこは強いこだわりがあるらしくて、あの新八丁の俺はアイドルと同じジャンルだと思うよ。ヒトラさんおはよう。ぜひぜひ、ツイッターもフォローよろしくお願いします。アイテムありがとう、バガーありがとう。ぜひね、もし応援してくれる方、延長代とかかかってるんで、アイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。おはよう、アナキンさん。おはよう。海軍カレーありがとう。ありがとうございます。あ、首痛い。ああ、おかしい。やばいね。捻挫だね。うん。
俺わかんない、誰とやんだろう。いや何でもいるよ、うん、ありがたいじゃん、無料アイテムだってね、俺に投げてくれんだったらありがたいじゃん、他の人に投げないでね、全然ありがたいっすよ。パソコンでね、あの Mac の方でね編集、うん、あ、そっか、あの納品だ、ちょっと待ってね、メール来てるかな、業者から。あ、来てる来てる。データ添付されてんのかこれ。え、データ添付されてる。添付されてんのかなこれ。え、データ添付かわかんねえな。あった。できましたね、横断幕ができましたね。これが和道横断幕です。できたみたいだね。どう、完成イメージが届いたよ。無料アイテムは俺らには1円も入らないよ、うん、だから経済的なあれにはならない。ただ気持ちが嬉しいからさ。これが横断幕ですね、うん、あの捨て頃の会場に来る方はあのこれが目印です。はい、和道リスナーはここ、ここでバーガープレゼントありがとう、ケンタンメンさん。これがあの掲げられてるところが和道物販ですので、よろしく。 OK、 いくらで作れんのこれ。作るのはいくらぐらいだっけな、1万ぐらいで作れるよ。だいたい1万円ぐらいかな。サイズによるんだけど、でかいの作ろうと思ったら3万とか10万とかかかるけど、俺何センチで作ったっけな、ちょっと待ってね。俺のサイズは、ね、あれデータどこに書いてあるんだろう。ちょっと待ってね。横幅が、120センチ、1メーター20センチの縦幅60センチで、まあそれくらい。バックフラップとか、バックドロップとか横断幕とかで検索すると出てくるよ。これね、リスナーさんのアドバイス、リスナーさんがなんだろう、こうした方がいいんじゃないって、ワンポイントおしゃれに道だけ赤、こう末広がりでこうした方がいいんじゃないって言ってくれて、それでこのデザインになりました。で、今現在の T シャツのバックプリントのデザイン見ますか。今こんな感じかな、デザインは。みんなの名前入り T シャツね、こんな感じになってます。これが背中に入りますね、うん、こんな感じ。
からね、今バンバン入れてくから、もうちょい待ってね。デザインピントが合わない、ピントが合わないね。こんな感じでみんなの名前入ってくんだよ。ピント合ったかな。ピントが合わないね、しょうがないか。こんな感じです。先に走った方がいいかな、どう思う？ T シャツを先に仕上げた方がいいか、もう走り込んだ方がいいか迷ってんだよね今。どうしよっかな。走った方がいいかな。先に走る。先に走って後でダラダラ作業配信すっか。そうしますか。ちょっと保存するわじゃ。走ろうか。じゃあ今準備するわ。よし走ろう。あ、充電してない、ダメ。あ、いけるな走ろうやだな。え、これみんなケツ叩いてよ、ほんと毎日走んないといけないから。頭ガンガンする中走るってつらいよな。ロードワーク行くか、頑張るか。やだな。今日の目標は、どうしよう。昨日がね、インターバル、要は半分、一回休憩入れて33分で走れたの、5キロ。今日何分目標にしようか、インターバルなしにするか。インターバルなしで走り切る方がいいのか、それとも、インターバル一回入れて、30分以内に走るの、どっちがいいかな。メニュー決めて。よいしょ、ちょっと待って。着替えるわ。着替えます。くるわ。のんちゃんのおかげで歩けるよ。ほんとだよ。普段もう立ち上がりもできないよこんなの。ありがとうね。今日も思って。しばらく捨て頃終わるまで頼むよ。ジャージどこだ。ジャージない。そんな走んの？時速12キロで50分？無理っす。ロードワーク行くか。ジュース、帰りのジュース買おうかね。あれ？あれ？財布どこだ？
切ってくるわ。じゃあもんちゃん、バーガープレゼントありがとう。今日の目標どうする？12キロで50分は無理だな。あ、最近走ってるよ。なんつーの、もうビッコ引きながらだけど、もうとにかくもう走ることしかできないって。残りの時間ジムかも。30分5キロ30分以内。じゃあノンストップで、ね、100万無理だったね。50万もいかなかった先月は。じゃあ行くか。行きますか。じゃあ一回こっち切ります。携帯電話で配信するんで見に来てください。お疲れ様です。次枠でおつおつ。